キューピッドバレースキー場で滑り終わった後に疲れた体を癒すための温泉に入っていこうと思います。冷えた体を温めてポカポカでリフレッシュをして帰りの運転も頑張っていこうということで、早速入っていきたいと思います。場所なんですけど、今はキューピッドバレースキー場のゲレンデにおりまして、あちら首木野って書いてあるんですけど、向こうの建物に移動したいと思います。歩いても行ける距離なんですけど、自家用車でも向こうまで行くことができます。では行ってきます。外観はこんな感じです。実は今年からキューピッドバレースキー場の温泉がリニューアルしまして、新しく日帰り入浴場としてできたのがこちら、雪だるま温泉首木野というところになってます。で、今回はカメラが入るので営業時間前に撮影させていただきます。では早速入っていきましょう。12時からで、平日の場合6時、土日祝日は8時半までやってます。毎週月曜日が休館日です。詳しくはホームページに載ってるかと思うので、その都度ご確認ください。じゃあお邪魔します。さあこんにちは。履物は脱ぐスタイルですね。こんにちは。料金はこんな感じです。ちょっとあの検温ご協力いただきます。はい、はい、よかった。今コロナ対策、そうです、ね、受付でタオル持ち合わせてない方も購入することができるそうです。で、首木の案、あ、こっちが休憩室。そうです。あ、休憩室がこんな感じでありますね。座布団もある。休憩室こんな感じ。鍵付きの下駄箱もあります。でも早速入っていきましょうか。温泉、一応上がっていく感じですね。ありました、男湯と女湯。早速入っていきます。お邪魔します。あ、温泉の成分が書いてあります。鍵付きのロッカーがあって、こんな感じです。準備ができたので入っていきます。湯の花もあるんだ、楽しみ。注意事項よく読んで。うわ、すっごい匂い。綺麗。シャワーが1、2、3、4、5、6、7、8、8個ありますね。では
うあったかい。ではお邪魔します。おお、体冷えてた。思ったより体が冷えていた。お昼から入るのもいいですね。空が明るくて。あとこっち側に来ると比較的温度が変わりますね。またいや体冷えてた。思ったより言うて朝一滑っててまだ全然冷えてないなとかって思ったんですけど、実際滑り終わって車で片付けしたりなんだりしてると、あ、思ったより体冷えてるっていうことに気がついて、イオン系みたいなのがあります。42度らへん、人間が一番快適とされる温度らしいですね。お湯は若干ちょっとなんかしょっぱめな匂いっていうんですかね、そういう感じの印象を受けました。とても気持ちよかったです。改めて温泉成分見てみよう。無色透明弱石油臭塩味って書いてあります。あれ茶色く見えたのは何だったんだろう。泉質名はナトリウムカルシウム塩化物温泉っていうそうです。 pH が 7.6、泉温は 64.3 度って書いてあります。いや上がった後も本当にポカポカ。体がふわふわするぐらい本当に血行が良くなって気持ちがいいです。ポカポカ、本当にポカポカ。体が軽くなりました。授乳室もありますね。ちょっとお邪魔してみよう。わ、すごいあったかい。あ、素敵。あ、あとお湯もある。まあ可愛らしい。そして外は雪がすごい。こんな昼間から温泉に入ってめっちゃ贅沢ですね。
リニューアルしたこの温泉はそこまで広くない施設なので、ゆっくり楽しみたい方はちょっと早めにインタースポーツを切り上げて温泉に入るっていうのもいいんじゃないかなと思います。特に休日の夕方が混み合うと思うので、そういう時間帯にかまるかな、でも温泉入りたいなっていう方はね、温泉を早い時間に空いてる時に楽しむのもいかがでしょうか。ありがとうございました。雪だるま温泉くびきの詳しい営業時間などは下の本文のところにキューピットバレーのホームページを掲載しておきますので、概要欄よかったらご覧になってみてください。またツイッター、インスタグラムにおりますので、よろしければ内山美恵で検索してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。